若い頃ギャルはルーズソックスかでしたか、ハイソックスかでしたか、えっと僕の高校は私服だったので、制服なかったんですよね。でただ、あの制服がないがゆえに、何を着てもいいので、他校の制服を着て、その他校の制服を中古の制服として売るっていうのをやっていた同級生はいました。で、その子たちはあのなんかルーズソックスを履いて売ってましたねいるというより、あの需要があるものをあの商品として売ってる同級生がいたっていう、そういう説明になりました。